ジャパンカップに予備登録があった外国馬のうち、ブルーム、ジャパン、グランドグローリーの3頭が招待を受託したことがわかりました。オブライエンのリップサービスじゃなくてマジだったのね。ブルームはいい勝負しそう。3頭とも G1 馬か。来てくれるだけで感謝。竹さんはどれに乗るのか。ジャパンカップはやはり海外馬が参戦しないとね。昔は半分は外国馬だったのに。ジャパンがジャパンカップに出走。キーファーズありがとう。純粋な外国馬はグランドグローリーのみ。ここ最近は聞いたことない馬が多かったけど、久しぶりにヨーロッパトップクラスが来るね。外国馬が一番人気になってた頃が面白かったな。来てくれるのはありがたいが掲示板も無理だろうな。グランドグローリーが一番可能性ありそうかな。日本にも香港やドバイのように国際競争デーがあったら良いのに。